ビデオにゲストが来るんで、今日はですね、初心者女子を2人呼んでいます。ロードバイクにこれから乗る初心者の人のために、はいはい、そのロードバイクハウトゥー動画を作ろうということで、今日は初心者乗り方とかあること、そうですそうです、納車した後、一体さ、ほらお店でさ、はい、何が行われるのかわからないって、さ、車体以外にさ、何がいるんやろうとか、そう何来たらいいんやろうとか、そういうちょっとハウトゥー動画を今後撮ってるなっていうことで、はい、では初心者女子の2人をゲストで呼んでいます。ガチ初心者、ガチ初心者だよ。今回あゆみさんにご購入いただいたのが、このシナプスカーボン2というモデルになります。色が2色展開になりますが、今回マット調のグレーのカラーが特徴のカラーを選んでいただきました。シナプスカーボン2の特徴はタイヤ幅が最大 35mm の幅まで装着できるので、タイヤをグラベルロードのタイヤに付け替えていただくことで、ロードバイクとしてもグラベルロードとしても楽しんでいただくことができます。またガーミンと共同開発したスマートセンス搭載で、前後のライトとリアビューレーダーを搭載しています。リアビューレーダーを搭載することによって、後ろから来る車を確認できる、手元で確認することができるので、より安全性に特化したバイクといえます。これらの給電方法はダウンチューブ下にあるバッテリー1つで給電が可能となっております。シナプスカーボン2は本当に女性の方でも乗りやすい、安全に特化したバイクになっています。ということでですね、今日はビベレで初めて自転車を購入した場合のシミュレーションをご紹介していきたいと思います。これからロードバイクなどのスポーツバイクをする購入する方に、納車から自転車本体以外に必要なグッズとか、
の紹介、それから基本的な操作方法ですねなど、実際にお店での雰囲気をご覧いただいて皆さんも参考にしてみてください。はい、じゃあですね、まずはじめにロードバイク買うじゃないですか。買いますね。買うんですけど、本体以外に必要なものってあるじゃないですか。はい、アイテムを紹介していきます。はい、まずその1、うん、前後ライトです。うん、絶対いるね。こちら、ほい。前後ライトは、はい、道路交通法で定められているので、うんうん、必ず前と後ろにつけないといけないです。はい、一応こういう風にセットで売ってるものもあれば、うんうん、夜走らない人、うん、とかやったらそんな光量がいらないってことで、こういう小さいとかいろいろ種類もあるので、うん、必ず用意するようにしてください。はい、その2、はい、ベルです。チンチリチリ、ネアも持ってるやつ。でも一応、道路交通法で決まってるのかな、はい、つけておいてくださいということで、はい、その3、ペダル。これ一番あれじゃない、うん、あ、ついてないやっていう人多いんですよね。ついてってそのままの状態で売ってる場合もあるけど、まあ、最近のねロードバイクとかはだいたいついてないことが多いので、だいたいついてないね。あのスニーカー用とか、うん、あの私たちが履いてるようなビンニングシューズ用とか、はい、いろんなペダルがあるので、そのペダルをつけてください。はい、そして、はい、こちら、ぴょん、空気入れ。空気入れ、空気入れは必ず必要ですよね。ママチャリ乗ってる人と、こういうスポーツバイク乗ってる人とでは、うん、タイヤのバルブの口の部分が形が違うので、うんうん、専用の空気入れが必要になります。はい、そしてこちら、鍵大事。そうね、こういうスポーツタイプのロードバイクとかクロスバイクって、うん、スタンドとかね、鍵っていうのは、はいはいはい、ね、オプションパーツになってしまうので、こういうのも用意してください。はい、続いて、はい、こちら、ほい、ボトルケージ&ボトル。これもね、ついてないので、まあまあ自分でカスタムするというかね、うん、走りながらはちょっと難しいかもだけど、まあ止まった時にあればいいよね。水分補給大事だからね。そうそう、水分、まあ、つけた方がいいかなっていうものだね。そしてこちら、スピードメーター。ああ、あると楽しい。あると楽しい、ね、うん、いわゆるその車でいうメーター部分ですね。そうね、時速今何キロで走ってるのか、まあ、時間が見れたりとか、うん、そういうのが手元で見えると結構乗り出すとね、便利になってくる。なんで、これは あればいいなっていう便利グッズとして、まあ、ゆくゆく揃えていったらいいかなっていう感じのアイテムになってます。はい、からの、こちら、パンク修理セット。はい、必要ですね。できる、できないに関わらず、誰かさん最初、こんなもんいらんやろ言ってたけど。言ってた。必要なんです。やっぱ何かあった時に、必要になってくるので、こういうものをこういうツールケースに入れて、タイヤレバー、はい、チューブ、うん、で空気入れですね、携帯用のポンプを入れて、ボトルケージにこれも挿して持っておくと便利ですよっていうアイテムの紹介でした。はい、からの、からのサイクリングの時って何着るの。あ、そうやね、そうやね、何着るの問題です。ということで、こちらのウェアを紹介します。はい、私のウェアです。今日私たちが、はい、着てるのも、ね、うんうん、私が着てるのが夏物のウェアね、はい、これ秋冬用ね、裏起毛です。ちょっと、はい、秋冬用で、うん、こういうやっぱり専用のウェアっていうのは、そう、これな、こういう後ろポケットがついていたり、うん、また汗かいた時にもすぐに乾いたりとかする機能がたくさんあるので、うん、やっぱり専用のものを着ていると着心地もそうですけど、まあ、快適に走れるようになってます。ね、で何よりやっぱりこのパンツですよね。このレイパンはこのお尻のこのね、はい、サドルの当たるお股の部分に厚みのあるパッドが入っているので、うん、けどやっぱりね、ずっと乗ってるとお尻がね痛くなるんですよね。パッとないのはちょっときついな。ママチャリと違ってサドル結構スポーツバイクの場合硬いのが多いから、うん、擦れたりで体重がこうかかった時に痛みを感じることがあるので、うん、ね、サイクリングパッドがついてるレギンスを最初から用意していく方がいいね。まあ、快適に走れるかなっていう感じです。はい、感じなこと言わせました。ヘルメット、あ、一番大事。ヘルメットは絶対に必要です ね、うん、ね、自分の身の安全を守るためにも必ずヘルメットはつけるようにしてください。はい、からのサングラス。サングラス、はい、これもやっぱりいるよね。まあ、虫とか入ってきて痛いしね。そう、意外とやっぱりスピードが出るので、うん、はい、
ね、風もそうですけど、うんうん、虫もそうですけど、で眩しいのもあるよね、うん、はい、これも最初からつけてましたね、あの時って。私つけてた、欲しいです、はい、だからもう乗るぞと決めたらもう買ってください皆さん、はい、そうですね、はい、はい、ということで服装はこんな感じで、はい、基本的に動きやすい格好ですよね。そうやね、スニーカーで、うん、まあ、ジーパンとかね、トレーナーとかでこういうと、うん、まあ、汗とかかいた時に、ジーパンはしんどいですね。しんどいのね、こういう、ね、汗かいても快適に走れるような服装で、はい、走るようにしましょう、はい、じゃあここからはちょっと2人に説明もしたんですけど、うん、なんか多分疑問に思うことあると思うので、うん、ここからはちょっと店長を呼んで、あ、はい、そうね、詳しく、ね、はい、説明してもらおうと思います、うん、はい、お願いします。じゃあですね、今いろいろ一通り説明あったと思うんですけど、何かこう2人から店長に質問があればどうぞ。はい、空気入れの頻度と量はどれぐらいが理想なんでしょうか。空気の頻度なんですけど、空気の頻度は、まあ、一般車よりもちょっと空気早めに抜けるかなと思うので、だいたい1週間から10日に1回ぐらいで、量なんですけど、タイヤによって多少変わってきます。で、タイヤのここに、まあ、バールっていうバール値があるんですけど、ここに最大何バール入れてくださいねっていうのが書いてるんで、まあ、その方の体重とか頻度とかによって入れる量っていうのを初めに説明させてもらうので、その量を1週間から10日に1回入れてもらったら大丈夫です。電車の本体以外に必要なアイテムとか、そのオプションのアイテムが、それを揃えようと思うとトータルいくらぐらいになるんですか。だいたい、まあ、鍵であったりライト、ペダル、まあ、その他諸々の商品合わせて、プラス3から5万円ぐらいを見といていただければ、あの十分に楽しんでいただけるぐらいの商品は揃うかなと思います。服装についてなんですけど、私今日ヒートテック持ってきたんです。やっぱり自転車乗るときはスポーツ用の装みたいなのを揃えた方がいいんですか。まず一つ目 の、 あのヒートテック着ていただいても全然大丈夫です。ただヒートテック自体って熱も逃がさないんですけど、汗も逃がさないので、汗冷え、下りとかでこうすごく寒くなって汗冷えしちゃうっていうことがあるので、インナーだけでもサイクル用とかそういうスポーツ用のに変えてもらって、その外側っていうのは、自分の好きなような着てもらっても大丈夫かなと思うんですけど、まあ、女性とかであれば本当に着やすいあのミリベラとかっていうウェアあるんで、そういったものもぜひ試してもらったらなと思います。が、全て揃いましたので、今から自転車に乗る準備をしていきたいと思います。はい、じゃあこれからあゆみさんのバイク実際にちょっとフィッティング、まあサドルの高さの調整と、あとロードバイク初めてやと思うので、変速の仕方、ブレーキングの仕方とか、まあ、ライトの付け方等々ですね。で、先ほど質問のあった空気の入れ方、どれくらい入れるのっていうところまで、今から納車の説明していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあそのまま乗ってもらって変速の説明に行きます。はい、初めての方が結構こことか下とかっていうのを持ちがちなんですけど、ここあんまり使わないです。これブレーキと変速、ここブレーキとブレーキで、ここのボタンが変速になるんで、ここを指で当たる位置になってくるとこういう形になります。そうです、ブレーキはもう握るだけ。さっきこっちの手前で重たくなってます。こっちの手前で重たくなってます。
後ろで回ったらもう立つんです。で、実際こう手前が押してもらうと軽くなる。うん、全然違います。もうここが一番刃の刃の数が全然12時前ぐらいかな変わってくるので、一気に重たくなると一気に。これね、空気入れていくんですけど、ここにね、数字書いてるんですよ。4から6が GAR、これバーです、ね。これぐらい。これちょっと口があるんですけど、開いて差し込んで、OK です。はい、中でこうツンツンってしてちょっと投げてください。これで OK、はい、チェックして、はい、で閉める閉める、はい、 OK です。で、今軽くなってきたらネジ山が外れてるんで引っ張ってもらう、うん、次の動画の頭辺でレクチャーしてから出発したいと思ってます。